それではね、本日2本撮りの2本目ということで。それは言わなくていいんだよ。ああ、そうです。劇団スカッシュ大塚達也です。あとね、こっちの目のここが傷ついちゃってる。うわ、メガネです。気持ち悪い。なるほど、気持ち悪くないと。はい、すいません。それではね、いつも通りやっていこう。何を？ベイブレード。何の前触れもなく、なんで今日はベイブレードなんですよみたいな、そういうのもなく、あ、差し入れていただいたベイブレードがあるんで、そちらのベイブレードの方を。まだ紹介終わってないベイブレードがあんのよ。うわ。で、しかもね、今さ、ポケモン GO みんなやっちゃってんじゃん。いや、知らない。世の中のみんなが。そうなんですね。だから、ベイブレードの動画みんな見なくなっちゃったの。みんなポケモン GO に行っちゃってんの。ああ、みんな見てるのはメテオさんだと。そう、みんなメテオさんを見てて、スカッシュのベイブレードは見なくなっちゃったの。あら。でも、俺、やれることが何もないから。え、ポケモン GO やってなかったでしたっけ？いや、もう、アプリ落とした。落としたんだ。もう、あれ持ってると、もうやっちゃうから。あ、そうなんですね。なんかおかしいなと思ったの。スタバやって行ってさ、台本をこう考えながら、ポケモン GO のさ、アプリ開いて置いとこうで、台本考えてたらブーってのがさ、モンスター現れたんです。これもおかしいでしょ。おかしいね。ポケモン GO に振り回される人生まっぴらごめんだよ。だからベイブレードやろ俺と。いや、ベイブレードはいいのかっていう話になって。ベイブレード一人じゃできないから。あ、なるほど。できるんだけど一人じゃやらないから。はいはい、ベイブレードやろうということで、今日はこちらのこれジェノエクスカリバーと、ちょっと一昔前になっちゃってごめんね。いや、違うんですよ。達也さん久しぶりに事務所に来てるんで、多分知らないと思うんですけど、つい先日ゆうやさんもゼノエクスカリバーの動画撮ってたんで、前川さんもゼノエクスカリバー持ってらっしゃるんですよね。それでもやりたかった。ゼノエクスカリバーを一番引き出せる人、それ俺なんだと。ラッチャーグリップがさ、どこにも売ってなくて、でもう俺もうやだと、ベイブレードやんのこれ以上。そうだ、なんで嘘つくんだろう、そう思ってたところにランチャーグリップ売ってた人がいたから、俺嬉しくて、だからやろうと思って。はい、ベイブレードやろうと思えた。これをくれたおかげで。はい、よかったです。それではね、今のところこの事務所でベイブレード最強は俺ってもう決まってるから。まあでも確かにそれは。ゆうやどうだった？どのぐらい強かった？ゆうやはなんか、なんだろう、うざかった。あ、うざいね。初めてのベイブレードだからさ、ちょっとテンションが違うのよね。ああ、みんなとね、本当に勝つとかそういうことじゃないんだよね。いや、スッとその引いて、いや、これ一番強い気がしてきたみたいな、なんかそういうタイプだった。あー、出た、そのタイプね。回しただけで俺分かるんだけどみたいな、そういうタイプになってた。言いたいタイプ。そう、お前の最初の時ね。そうだね、神シュートの時。そう、最初ってみんなこうなるんだなと。じゃあちょっと今日はゼノエクスカリバーの方を、まあゆうやさんと同じ動画になると思うんですけれども。そうですね。でも俺とゆうやさん違うのは、俺はいっぱいパーツ持ってるから。いや、ゆうやさんね、達也さんと同じぐらい今持ってるじゃんか。ものすごい量もらってた。ふざけんな。コツコツさ、コツ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 買ってやってきたんだよ、こっちは。多分同じぐらい持ってるよね、ケンちゃん。すごいのよ、あの人も4個か5個か持ってる。でもまあ俺には勝てないから、ゆうやさんも。あ、そうなの。そうは言ってもスタミナタイプとか何も分かってない。何も分かってはない。じゃあゼノエクスカリバーを。でもまあそう、ゆうやさんやってんだもんね。動きはだから見ちゃってるけど、ただゆうやさんもさ、シュートのやり方もいまいちよく分かってないでしょ、多分ね。ゼノエクスカリバーって回し方あんのよ。お、マジでこれはマジ、これはマジ。ゼノエクスカリバー失敗するとずっとこうぐる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 回っちゃうわけ。あ、なんかそういう感じの動きしてた。で、この回りしちゃったら勝てないから、スタミナタイプに。真ん中にいるやつに勝てないから。だから動きはこうじゃないって勝てない。真ん中を通る、腰を描くみたいな。そう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 。あ、うざいっすね。久しぶりでもやっぱりうざいっすね。それを今日みんなに、その俺はすごく YouTube をそういうすごく見て研究してるから、俺は。なるほど。確かにゆうやさんのゼノエクスカリバーそんな強くなかった。ゼノエクスカリバーってそんなに強くないって言われがちだ。言われがちだけどそうじゃないっていうところを俺は今日ちょっと見せたい。実は結構強いんだぞと。そう、一応ゼノエクスカリバーのドライバーがこういうその3点倒立的な。ああ、そうそうですね。3点そうですね。ディスクはこういう色付きのかっこいいの。色付きのディスクなんだ。でこれがかっこいいんだ。とにかくシールもつけなくてもかっこいい。なるほど。じゃあこれを駆使してくっつけてるでしょ、普通に。じゃあこれで普通にやるね。普通にどうなるかっていうと、やりがちなミス。そう、こうこれやっちゃうと、回り回っちゃう。うわー、こうなっちゃう。すごいなっちゃってる。確かに。でしょ。でそしたらもうこいつ持久力ないから、すぐ終わっちゃうんですね。これはもうやりがち。いや、もう弱い。今の耐え切ったら、当たんなかったらもう当たんなかったらいったじゃん。そうなんないように斜め打ち必須だ。あ、斜め打ち必須。斜め打ちっていうのはこう斜めに構えて、斜めにして、これ大丈夫。これで真ん中通る。ほら、真ん中はここですね。真ん中は一切通ってないですね。待って、大事。口だけ大塚。口口だけ大塚待って大ちゃん斜めやねば斜めになってほら真ん中通ってるでしょほら真ん中通ってるでしょあれうん最初の2、3回通ってたかな最初の2、3回でいいんだっけいや、わかんないですよディフェンスタイプのやつと戦ってほしいですねちょっとそうだよね大ちゃんディフェンスタイプああそうですよで、ちょっとこのブレードはもう俺やめるからもうランチャーグリップもらったからああはいこれ欲しかったのこれ一番欲しかったでしょみんなももらいましたおお音が良くなった強いな俺絶対これしかもだってベイロガーもついてるもんねベイロガーもついてて半端ないこうしちゃったらもうプロっぽいでしょプロっぽいうわー何時計合わせてきたの今日じゃあこれでさあ神シュートお前でちょっともうねちょっとやだなさあ神シュートプロっぽい神シュートを見せてくださいでこれで斜め打ちでね殺しますよ3、2、1ゴーシュートおお戻ってきた外からよいえやったー神シュートに勝るものなしカメラこっちなんかゲームやりたいポケモン GO すごくいい打ち方一回場外に出て戻ってきましたけどね攻撃力はすごくあったようですけどちょっとすぐ殺せないとこれもう絶対ダメすることなんだね一撃必殺的な3、2、1ゴーシュッいたたた巻き込まれた指がこれだけみんなこれだけやっちゃダメよみんなそれそうフィンガーつけなきゃいやだからそれは一個一個で紹介したいからまだダメよフィンガーもフィンガーつけなきゃそれ指やっちゃうよ絶対フィンガーつけるの3、2、1ゴーシュおおすげえ弾いてるおお見たいやーザコ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 お前雑魚に成長したなこれが勝ち方なんですねこれが唯一の勝ち方全然スナイパーちょっと本気出していくいいよどういうことだあなんだあまだ開けてないよランダムブースターをここで開けようとランダムブースターまたみんな動画の尺を長くするお前ランダムブースター何が当たんの誰も出してないレオイエーガーユグドラシル当てちゃうユグドラシル出るかイエーガー何やってんだよ俺と絡むとでもあれが出るって決まってるそうそうそれが怖いよねストームスプリガーが出るって決まってんだから俺と絡むとストームスプリガーって決まってるよせーのおあこれはいったなんだっけ大地君が持ってるやつじゃないんだ俺見たことあるもん同じだもんケルベスグラビティだグラビティやった G って書いてあるんですよ優勝フェイ優勝フェイおおしねーよ戦うさあどうなったスプリガーはあ戻ってきたいや見たみんなこれの